会場左手方向にご注目ください。直径約10メートル、両端から10メートル。この間パイロットには6倍もの重力の速度がかかっており、呼吸をするのも困難な中で正確に航空機をコントロールします。真っ白なスモークの帯が直径約1000メートルの雄大な円を描いています。
ド実行9番エイトでした。球場付近5つの方向に散開しながら大きな花を描きます。会場正面をご覧ください。方向に散開し大きな花を描いた各航空機がこの後引き続き海上上空にご注目ください。もう一つの絵が徐々に姿を現してきました。これが大空に雄大な星を描くブルーインパクトオリジナルコミックスタークロスです。ソロの2機が海面飛行で進入してまいります。すれ違った2機はそれぞれ滑走路上で急上昇し、横転しながら地上約 1500m まで一気に駆け上がります。左右に急上昇してきた2機は間髪を入れず急降下に再び海上正面に戻ってまいります。そして高度 100m の傾向と海面飛行ですれ違います。ブルーインパルスの伝統科目ローリングコンパクピッチの始まりです。正面にご注目ください。 T4 ブルーインパルスのオリジナルコークスクリューが最後を飾ります。